番組をご視聴の皆様、こんばんは。本日はアニメバキを、まとめて振り返る100年に一度の大来大祭と書いて、スタッフオンライントークショーここに開幕をご覧いただき誠にありがとうございます。本日の進行、なぜかここで急に務めることになりましたトムスエンターテインメントの渡美希です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速、出演者の皆さんをご紹介したいと思います。まずは、アニメバキと、バキ大来大祭編の監督を務めていただいた、平野俊樹さんです。はい、監督平野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。目の前に美味しそうなものがいっぱいありますけど、げてまいりただ見ているだけという感じですね。はい、はいはい、続きまして、元これいいのかこれ、元バキシリーズ編集担当、はい、そして現北朝鮮宣伝部の、横井勇樹さんです。横井勇樹です。バキシリーズ元ってなってますが、ハンマーバキの頃の担当をしておりまして、ね、今、アニメの方の監修回りとかやらせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はこの3人で、お送りしたいと思います。はい、間違いなく3人ですね。3人、はい、3人です。4人目はいないというところで、はい、この3人でお送りしますので最初に言っておきます。3人ですから、はい、そして本日なんですけども、まあ、ちょっと最初に見ていただいて分かると思うんですけど、すごいこの目の前にある料理が、たくさん並んでおりまして、でこちらがですね10月24日から、アニメバキとのコラボがスタートするベニトラ餃子坊さんに今お邪魔しておりまして、こちらがコラボメニューになるベニトラ餃子坊銀座コリドー街店様の限定の、烈海洋がバキにもてなした地味地用の中国料理、これはハンマーバキ復活のやつですね。そういうやつですね、となります。はい、ですごい料理なんですけども、まあなんか魚がねちょっと見たことないような形でこうドカンと置いてあったり。まずでもこの鳥ですよね、すごい気になる。これ鳥なんですか。これ鳥の手羽だってさっき、さっき先に説明受けちゃったんですけどてっきり俺魚だと思ったんで、鳥なんですね、まあ、これを食べてバキが復活した料理ということで、はい、いろいろありますので、今日はこちらの、お食事をですね、楽しみながらちょっと皆さんまだご飯じゃない方とかいらっしゃるかもしれないですけども、進めていきたいと思います。それではちょっとまずね、乾杯からいきましょうか。もう番組の前の皆さんもご覧いただいている皆さんも一緒に乾杯していただければ、はい、そんな緩い感じで進められればってやつですね。ね、まだお仕事中の方とかもいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっと失礼させていただいて、まあ、緊張をほぐしたり配慮がすごい、はい、チーフプロデューサーさせていただければと思います。一応まあ乾杯としては今回の、何でしょう、大来大祭編のとりあえず、まあ、無事、大成功、祝ってという形で、はい、はい、じゃあ乾杯、はい、乾杯、乾杯、いただきます。早く進めてくださいそんな急がなくていいでしょ進めますよ、進めます。はい、ですね、まあ、こんな感じで進めていければと思うんですけども、まずはじゃあこの素晴らしいこの何でしょう、お料理を、ご紹介していただければと思うんですけども、店長様でよろしいですか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日は、ありがとうございます。はい、まずですね、ご説明させていただくお肉、手前にございますお肉ですね、前菜2種になりまして、こちら自家製の青い皿の方が自家製のローストビーフ。はい、こちら低温で調理してまして柔らかく仕上げております。でその隣、ちょっと赤いやつなんですけど、こちら鶏肉、はい、はい、よだれ鶏といいまして四川の名物料理でございます。うん、はい、こちらよだれ鶏っていう鶏はいないんですけども、一度食べると想像しただけでよだれが出てしまうっていうぐらいと言われてる料理ですね。はい、で、続きまして、こちら春巻き、春巻きの方は劉、はい、さんの特製春巻きという形で、劉さんが、はい、うちの料理長でございます。あ、肝入りのってことですね。はい、はい、うちの料理長の龍が作りました特製の、春巻きとなっております。で、小籠包、そちら、はい、黒いのこちらですね、はい、こちらですね、すっぽんの小籠包になりまして、すっぽん、はい、中にすっぽんのコラーゲンスープと豚肉を包んで、皮がちょっと黒いと思うんですけども、そちらは竹炭、はい、殺菌効果があると言われている竹炭をすり込んで包みました。贅沢な、小籠包になっております。はい、はい、続きまして、一番この真ん中の
低価格のですね。こちらこれ鶏でしょだって。はい、こちらあの鶏のあの手羽一本のスパイス揚げですね。こちら10種類ぐらいの、スパイスであの漬け込んだものを、揚げてあのシルクロードを味わっていただければと思います。シルクロード。ドラゴンロードすごいですね。シルクロードが味わえるんですね。違いましたか？でこちらお肉料理ですね。お肉料理はこちら豚ロースと香菜を強火で炒めたものになります。で強火っていうのがやっぱり中華の醍醐味ですので、あの強火で炒めて香りとあの味を凝縮させてあの召し上がっていただくと美味しそうです。はい。はい、でお魚はこちらですね、あのカリカリにあの揚げました、うん、でそれに、大豆と、卵あと酒麹を使ったチリソースとなっております。特製の何のお魚？これ今日はタイですね。あ、タイ、はい、すごい、はい、あのちょっと当日は変わるかもしれないですけども、あの当日は変わるかもしれない、はい、いやいや、今日はタイを使わせていただいて、はい、その時に一番美味しい魚を、はい、そうですね、旬のお魚入れさせていただいてますので、はい、はい、で、あとですね、ごめんなさい、あと麺が麺、はい、あ、まだ出てないやつが、はい、今こちら、なるほど、すみません、ちょっと手前に出せて、すごいです、あ、じゃあ、まあ、僕の方はこちらで、はい、大丈夫です、はい、はい、すみません、こちら、はい、おいしそう、これもこちら、ごめんなさい、後ろからはい、すみません、はい、すごいボリュームですね、しかしね、はい、こちらですね、はい、あの、丸鶏を使いました、薬膳スープ麺でございますね。こちらもあの薬膳たっぷり入れさせていただいて、うん、あのじっくり煮込んで、本当に体にいい麺となっております。で麺自体も、全粒粉を使用してまして、鉄分豊富な麺となってますので、全体的に、体にいい食材で揃えさせていただいております。はい、であ、そうそう、最後あのデザート、はい、あの梨とあの白キクラゲのコンポートでございます。キクラゲ、あ、下にあの入ってますけども、本当だ本当だ、はい、白キクラゲ、こちらもあの本当に中国ではあのよく食べられるんですけども、うん、喉とかそういう風邪とかの時にあの治ると言われているものですので、なるほど、はい、ありがとうございます。以上です。あ、ありがとうございます、はい、今日はちょっと気づかなかったですけど、あのバキ T シャツを着ていただいて、はい、もうすでにうめえっていう、はい、うめえって書いてあったのでちょっとごめんなさい、途中でその紹介は何もそれはまあこの後、後はい、そうですね、はい、じゃあそうですね、あの、はい、本当にバキのように豪華に召し上がっていただければいいと思いますので、 ありがとうございます、はい、特に手羽先はそのままそのままって感じですよね、はい、はい、でこちらのお料理は、10月24日から、ベリゾロ餃子坊銀座コリドー街にて食べることができますので、ぜひ足をお運びください。でこちらまさにですね、今日この特番に合わせて、予約受付もスタートしたということですので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは本日こちらの皆さんと一緒に、楽しくお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは生還するための戦いだ。バキ5対5マッチだってよ。調子こかせてもらうぜ。早く来い。体がね、あんたをやっちゃえって。僕と結婚してほしい。はぁ、君と対決したい。いいものですな。若いということは、あの子は私より早い。まさに生き写しだ。ビューティフル。君の目の前でバキハンマを倒す。やるか、ハンマバキと。して試合して。
今あの、ね、PV 流れていただいたにもちょっといただいてたんですけども、これ本当美味しいですね、これあの僕今ちょっとね、まあ一応事情であのダイエットとかしてたんですけども、あのすごいヘルシーな感じで、この鶏もあのすごくさっぱりしていて美味しそうですし、このお肉もめちゃくちゃうまいです、これ今日何も食べてこなかったんで、すいません、いただきます。なんか不思議な雰囲気ですよね、これ食べてるところを取られるっていうね、もうそれもすごいと思う。まあそんなサイズの手間見たことないでしょ。タイガージェットシーンみたいなやつ湯気出てるわ。ジェットシーンはその後か、その後のかな。美味しいです、すごく。これ食べ始めるとどこにも置けないことが今わかりました。一旦そちら置いてる。はい、それじゃあ、最初のコーナーでは、皆様からの、ご質問に答えていきたいと思います。12話ですよね、12話の方でバキ大ライター祭の12話の方で、まあ、一旦あの一旦じゃないですね、バキは裕次郎に挑戦をして戦いを挑んで、はい、戦いを挑んでそれを受け入れられたと、まあ、そうですね、全体的にその、バキの一区切りついたところが12話だったんですけども、まあ、ツイッターで皆様からご質問を募集して、まあ、そちらにこう我々の方で、返答させていただくという、そういうツイッター企画をやっていたんですけども、まあ、実はこのツイッター企画が終わって締め切りをした後にも質問が届いていたようで、でそちらのちょっと、まあ、皆さん出てこなかった質問に対してもちょっと今日ここで答えられたりしたらいいなと思っております。で、まあ、現在この特番やってる間にもですね、あの皆さんご質問、ございましたらどんどん、あのどういう形なのか分かんないですけど、どこに応募すればいいんですか。コメント欄ですかね、分かんないですけど、あのどんどんあのいただければこちらも答えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらこの質問はちょっと僕が自分で好みで選んじゃってよろしいですかね。ただちょっと俺今日心配なんですけど、何のあのレギュレーションも決めてないじゃないですか、どこまで喋っていいかとか。一言も皆さんこう打ち合わせの時になかったんで、結構これポロリとかあるかもしれないですよ。これ一向に構わんのやつじゃないですか。一向に構わなければいいんですけど、構われたら俺ちょっと怖いなと思ってはいるんですけど、まあいいですよね、もう会った時にはそういう形で。はい、はい、わかりました。じゃあ質問の方ちょっと、僕はじゃあ選んでいきますね。これまあ、本当にね、皆さんすごいいろんなことをよう思いつくなと思うのをやっていただいてるんですけども、じゃあとりあえずまあ上から、可愛いと思うバキキャラクターは誰ですかと。チーフプロデューサーの愛のある。いや僕が今日聞くだなんで、はい、で、かっこ男性キャラクターでお願いします。男性しかいないもんね。小杖ちゃんいたじゃないですか。可愛い。天宮さんいたじゃないですか。小杖ちゃんは可愛いですよ。天宮さん演じた小杖ちゃんは可愛かったですけどね。めっちゃ可愛かったですよ、本当に。今回はでも大来大祭で言うと、僕は陽海王か、もう海王あたりが好きですよね。予想外のとこさ、もう海王か、陽海王。可愛い。もう海王はやっぱ実力を見たいなってこう愛が。あ、出すとこなかったですもんね。ああ、いやいや、なかったでしょ。なかったでしょ。あ、ほらキャラ紹介のところで先が読めるみたいな書いてありますから。やっぱりでもそういうこうあの喋り口調も含めて、あ、良かったですね。やっぱりすごい可愛らしいなと思って見てましたけど、ね、ちょっとお姉系みたいな、はい、そうお姉系。原作読んでる時そういうイメージではなかったんですけど、個人的にはね。そうですよね。でもそう、あ、いや意外とハマるなと思って、あの口調が現場で完成しました、ね。はい、もう会話すごい愛らしいなと思って今回のアニメで見ましたけど、監督どなたがいますか。まあ各界用は可愛いでしょう。各界用、あ、うん、そうですね、確かに各界用は可愛い系からですね。確かに確かに、うん、今回は可愛い感じでしたね。ですよね。あの漫画読んでる時は全然気づかなかったんですけども、やっぱり声の力が強いんですよ、声の力が可愛いさがね。今回このバキシリーズ通してアニメしていただいたシリーズ通してやっぱ声の力でね、キャラクターの魅力が再発見されるというのがずっと続いてるかな、ね、気づかされることが多いですからね、本当に。あんなに愛らしい、うん、ちょっとおふざけをしてくれるキャラクターだったんだなっていうのは全然こうイメージしてなかったというか、そうですね、どっちかっていうとちょっと怖いイメージを僕は原作読みながら持っていたので、ふざけたおじいちゃんだけど締めるところでこう怖いので、はいはいはい、冷酷なおじいちゃん感を持ってましたけど、なんか結構
そうですね、尾形さんですごい愛らしさ、うん、まあ、その中にもやっぱ強さっていうのが今回見られたと思うんですけども、可愛いで言うこといやいや、烈火曜が出るなと思ったから僕ちょっとふざけた妖怪を見てみたんですけど、烈火曜ほらもう皆さん多分可愛いと、まあ、ヒロインって言われてるぐらいですからねそれはもうそれは今ねここで言ってしまってはね、もう素人かって言われちゃうんでもう火曜はね、もう火曜はね俺ちょっと全然予想してなかったです。もう火曜一番可愛いか、まあ、ちょっとたくさん来てますね。ちょっとじゃあ次なんかちょっと選んで、これじゃあ監督にでよろしいですか、はい、各界王のシャオリーありますよね、はい、がとてもかっこよくアニメで見れて嬉しかったです、はい、何かスタッフさんの間でこの描写で意識されたことはあるでしょうか。シャオリーはね、はい、あれは要するにあの暗黒舞踏だと、おご存知でした、暗黒当時の担当じゃないか知らないでしょうか、はい、僕当時の担当から聞いたんで、あなるほど、遅いんですよ聞くのが遅い遅い暗黒舞踏って結構その何て言うんでしょう、前衛芸術、うん、芸術で、まあ、僕らの世代は映画とかでちょっと見たりとかして、うんうん、よく知ってるんですよ。だからその辺はちょっと映像に入れたかったんですけどね、だからちょっと聞くのが遅くて、なるほど、絵コンテ作業終わっちゃってたんですよ。そこはじゃあ、はい、入れ切れてない。オープニングの時にちょっとまだ行けたんで、うん、そのオープニングでちょっと踊りの要素的なものを入れつつ、その作画の方もまだ間に合うっていう感じでこう多少は意識してもらったんですけど、やっぱり絵コンテ段階から入れるとね、うん、だいぶ違うんだけど、それの中でも一応暗黒舞踏の資料見てもらって、うん、やっていただいたと、要素を入れていただいてっていう、ね、たまたまその好きなものだったんでものすごい興味があるものものすごい入れたかったんですよだけどもう一瞬遅かったみたいな、なんか資料がうちの部屋に転がってました、あれはちょっと暗黒舞踏のそれでしょう、なんだこれと思ったんですけど、あこれは書くかよ、今は横井さんは浜武器はバッチリだけど、あの時分かんないもんねなるほどね、分かんないですよ、だって暗黒舞踏なんていきなり持ち出されてもん、ね、元バキ担当としてこれ、そうなんです、大事な情報だったんじゃないかと、あれはやっぱり何なんですかって思わずちょっと偶然ね聞いたら暗黒舞踏を参考にしてやってるやつ、あおっせーみたいな、ほんのちょっとだけ遅かったみたいなまあでもオープニングにはちょっとね、多少は意識していただきました、はい、そうそう、いやすごいあのかっこよくかけて、まあ、すごく好きですね、まあ、今回すごいオープニングねあの人気ありますけど、ね、すごい再生回数いってますんで、ノンクレジットの YouTube に上げていただいてるやつですね、はい、そうです、はい、ありがとうございます。今のお話を受けてそれをまた見てもらうと、そうですね、ちょっとね南国武藤さん、ぜひぜひ南国武藤テイストが入ってるというのでね、はい、楽しんで見てもらえる、そうですね、はい、そして次じゃあこれはですね、僕らじゃわからないんで、横井さんの方に、サムアン海王はお元気ですか、それさっきの打ち合わせで聞く聞かないの話してたやつですけど、これはやっぱりあのなちゃんと答えないとやっぱりいけないかなと、元気ですか、元気ですかこれ僕ら答えられないんで、元気ではないんじゃないですかで、あの時は多分ね当然それは大変でしたけども、まあ、その後の話ですよねいやタイに帰ったのかとかそう無理でしょう、だって無理でな、心も折られてかあじゃあいい感じだ、心を折られたということであればもう一つちょっと来てまして、これもちょっと横井さんに聞きたいんですけども、春生は部を辞めましたかと、それはでも、はい、いやでもこれは個人的なそのバキの読者としての気持ちですけど、はい、あの春生はあそこでは折れてないんじゃないのかなって僕は読みながらは思ってましたけどね。確かに、まあ、2秒しかないですからね。いやそこじゃないもうあの多分やられてることは、ね、分かってないと思うんですよ。おそらくやられたの、まあ、やられたの気づいてなかったですし、その起き上がって試合終わったのかってなってましたけど、まあでもその後やっぱ親父からあんな一言を言われて、でもそこで引くっていうのも多分期待せずに投げて、逆に奮起するのを期待しながら投げてる各春生、なるほどね、各春生各界王の言葉なのかなっていうのも思いながら親心的なもう一回奮起してるんじゃないかなとは思いますけどね、個人的には。それは楽しみですね。僕はあの各春生結構、まあ、キャラクター的に好きなんで、まあ、そうですね、次はでも3秒ぐらい持っていただきたいですね2秒と言わずその感じ、実に3秒みたいな感じで次バックでやるときはね1秒ぐらいはもうちょっと伸びますよ、もっと伸びますよシャオリーも身につけますから、カウンターをシャオリーしますよなるほどはい、いやもう本当ねこういう質問がねすごい多いんですよこれ、どうしようかなってやつなんですけども、じゃあちょっと次、あのハンマー裕次郎が
オリバの頭突きなんて考えたくねえと言っていましたが、もし裕次郎が、オリバの頭突きを受けていたら顔変形して悶絶する可能性ってありますかねというご質問なんですけど、それまた僕が答えるそうですね、我々が答えられないですからこれはすごい狙い撃ちみたいにしてほしい。いや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 、僕もだからやっぱ個人的にこれはでもさっきイザキのシーンでハンマー裕次郎がまあハンマーバキに入ってから親子喧嘩のシーンでやっていたシーンとかで僕としての期待ですけど、やっぱり裕次郎はとてもこう自分を崩さないというか負けられない負けないキャラクターっていうところでバキからのあのベンダーを受けた時に痩せ我慢をするっていうシーンが ありますね。あると思う。はいはいはい。まあ、ちょっとねまだ先の話ですけども。ネタバレを含みますよ。ああね、もちろん読んでいただいた方。それがあってからということを考えると、うん、やっぱりオリバの頭突きさえも痩せ我慢。へこみながらも痩せ我慢をしながら反撃するんじゃないのかな。なね、さらに上を行く何かを返してくれるんじゃないかなっていう。なるほどなるほどなるほど。裕次郎は常にそういう返しを、バキとのじゃんけんでもね、グーをチョキで潰すということにする裕次郎ですから、あのほらそういう返しをしてくれる。アクリル板でめちゃくちゃすごい変形してたじゃないですか。だから意外と柔軟性があるんじゃないかなと思って。先日なんかテレビ番組でもそれを真似してるアルコ&ピースさんっていうあの笑いグループを見ましたけどね。すごい。アクリル板をサランラップ。サランラップ突き破れずに帰られてましたけど。みんな本当もうバキ大好きですよね本当に。バキネタ本当好きなんですよこれ。はい、他にもですね、あこれ大雷大祭編のサントラが発売されますか。すごくかっこよかったので発売検討してほしいですというところなんですけども、これね、チームマックスの、藤沢健二さんに毎回毎回ねいつもあのかっこいい曲を作っていただいて、まあ、あの音楽メニューを出すときにまたねいろいろと無茶なこうお願いするじゃないですか。そうですね、でも音楽はもうかなりこちらの意図を分かっていただいて、だからこういう注文を出すといい感じで返ってくる。そうですよね、僕ちょっとあの忘れられないのは藤沢さんにあのね、あの前、最強試験周辺の佐賀の会を行った時に佐賀の時にあの BGM をこう、ね、あのまあ、発注する際にこう神秘的な宇宙を感じるようなという発注の仕方をしてしばらくね藤沢さんがこううーんってこう、ね、固まってたんですよね。で分かりましたみたいな感じでこう、まあ、あの曲ができたというところで、まあ、でも出来上がったやつは本当にあまさにこれこれっていう曲だったね。神秘的な宇宙を感じる差が変でした、ね。まあ、書くのは自由っていう感じで。そう、藤沢さんにはもう毎回ね助けられております。いつもかっこいい楽曲ありがとうございます。本当に引き続きよろしくお願いします、はい、答えてないですよ。あ、そうです。これはサントラ発売するからですよね。これはねちょっとまだね分からないらしいんですけど、まあでも、まあ、配信とかいろいろな形で、皆様が、まあ、たくさん聴いていただけるような形で、準備をしているというふうに予定しているというふうに聞いております。はい、あとはあリベンジ東京、これはあのさっきあの12話してたんですけど13話目でちょっとねあのリベンジ東京、まあ、死刑周辺たちのその後みたいなやつを描いた回が最後あったと思うんですけども、こちらのアニメが最高でした。ありがとうございます、はい、ありがたいですね。そしてちょっと横井さんに聞きたいんですけども、ヘクター・ドイルは獄中でちゃんと聖剣好きしてるんでしょうか。それはしてますよ。してますか。これはちゃんと答えるんですね。これは答えるんですね。いやしてると、いやでも完全にファンとしての思いですよ。はいはいはい、しててほしい。あれだけ探求してるんですから、もう自分の感覚を切ってさえも探求してるドイルが、あれだけ教えてもらったものを探求してやってないわけだって言いながら、その肌で実感する空気を切る感じとか、聖剣で、やっぱ聖剣好きをこうシュワッっていう音が出るわけじゃないですか。その空気を切る感じとかは肌でちゃんと体感してくれてるんじゃないかなと思いますけど。それじゃあもうオフィシャルということでよろしいですね。ここで言ったらオフィシャルになる。完全にファンの気持ちで喋ってますけど。いやオフィシャルですよこれ。でもしててほしいですね。だから次またもしね登場するような外伝とかをいただけると、ね、ちょっと空手とか使ってほしいですよ。際にはやっぱ使ってるシーンがあったりとかするんじゃないかなという期待はします、ね、確かに見たいですよねこれ。本当にこれリベンジ東京の方で、まあ、ちょっとアニメオリジナル的な要素も少しありましたけど、監督の方ではこう工夫あの気をつけられたことというか、こうまああれですよね、その先生の短編があるから一本にならないかと、うんうん、で、ま、
回想シーンでナレーションでもいけるんですけど、なんか一味つけたりという、うん、そうですよね。で、これは園田さんが回る話にしたらどうかということで、ああいうものになったんですね。久々に登場しましたもんね。完全にあのコミックス新装版バキという今回アニメのタイミングでまた出させていただいた新装版のバキの方の収録特別編エピソードなんですけど、うん、もう巻ごとにこう一編一編しか出てないので全くこう独立した5人のエピソードで、そうですよね。それだから1話にまとめていくっていうので打ち合わせした時にやっぱり園田ゲスト生で回っていくってアイデアをいただいて、確かあれで本当に一歩通ったなっていう感じがして、もういい形に13話が完成した。まあ、本来であれば多分あれアニメ化するにはちょっと短すぎるっていう内容でしたよね。それをこうね、園田ゲスト生ゲスト生がね回っていって、いやそんな、なんか結構ね予算あるなと思って、世界中いろんなところ行ってますから。各国の言葉を喋ってるんですか、あの人は。え、各国の言葉を喋れてるんですか。そうですね、すごいですね、すごい。語学あれだけ出世するってことは、でもやっぱり語学堪能なんですよ、あれ。キャリア組ですからね。どこの国に行ってもしっかり喋ってますから。やっぱりいい大学、旧帝大ぐらいなんで出てるんじゃないですか、ね、日本語はあれ喋ってますけども、まあ実際は現地の言葉、実際は現地の言葉すごいんですよ、喋ってる。オリバーとは英語なのか日本語なのか難しいと思います、ね、難しいと思います。はい、まあ、そういった質問とかですね、あとはまあいろいろあるんですけども、これもちょっと、ね、僕聞きたかったんですけど、各家用の回想シーンで、彼は100年前に利愛に敗れ鍛錬を捨てたということですが、鍛えた状態で同じく100年前に開催された前回の大雷大祭で優勝したのでしょうかと。まあ、要はあの今の状態になるまでに結構ほらガチガチのムチムチマッチだったじゃないですか。 でも最初の入場の紹介で前回覇者という形で海王で紹介されているので、うん、前大会では優勝してるわけ、ね、あ、もちろん優勝してますけど、はい、その時の各海王の状態ってムキムキなんですか、でも今みたいなこう似合いに敗れてあれなんか確かにそうだなと思って、ここすごいねいい質問だなと思ったんだけど、これどうなんでしょう。この時系列の話します。100年前どうだったんでしょう、前回ね、あのこうこんな大壺持ってガチガチの状態なの、ガチガチの頃の話っていうのでは結局あれは敗れたっていう形で、はいはい、その利愛に敗れた、利愛に敗れたという形なので、うん、多分利愛を学び始めてからの優勝なんじゃないですかね。大丈夫ですか、オフィシャルでそれ。ちょっと急な質問で今困惑をしておりますが。じゃあ、まあ、もしかしたら搭載した筋肉も捨ててもう利愛の方にこう行っていた加賀谷ではないかということらしいです、はい、これオフィシャルということでいただきました。はい、あ、これもちょっと来てますね。ですね、ツイッターの中の人的には大雷大祭編のエピソードの中でどれが一番好きですかっていうところなんですけども、これちょっと中の人っていうのは、まあ、ちょっと我々ではないのであれなんですけども、まあ監督的に中の人、中の人、中の人って、まあ、要するにそうですね、ツイッター更新してる方だと思うんですけど、これ残念ながら我々ではございませんので、ちょっと監督の方にでは今回の大雷大祭編で一番好きなエピソードっていうの、好きなエピソード、はい、まあ監督になるとどれが好きとか嫌いとかじゃないですよね、全部、まあ、やってて楽しかった、あ、もちろんもちろん、まあ、やってて全部楽しいですよ。もう転ってますけど全部楽しいですよ、どれが特にってこともないけど、まあ一番裕次郎とね、あれが過去のところが、ああなるほど、頑張ってはいけないところか、7話8話あたりもう決着するところですね、うん、まあ、そこが一番頑張らない、確かに、うん、ベストバウトと原作でも言われる、うんうん、そうですね、あそこ結構楽しみだったって人たくさんいますから、見れてよかった。原作内でもやっぱ強さランキングみたいなのもやっぱファンの方々つけていただいてますから、はいはい、やっぱトップ中のトップの2人の戦いというところですよ、やっぱそこが映像で見れるっていう、うん、ファンとしても期待してましたし、やっぱ横井さん的にはどうですか。僕はでも一番やっぱ今回のアニメになるっていう形で期待してたのは、やっぱそれこそね、うん、小山さんが一番期待、気合が入って今回のこう制作に当たるにあたっていろいろお話ししてましたけど、はいはい、レッツ海王のハンマーバキ復活が今回のこのメニューにもなるような形ですし、一番こうファンの人も見たいって思ったシーンだったのかなっていう、確かに確かに、戦いアクションを見るって以外でいうとやっぱエピソードとしては一番期待感があったのはあのシーンなのかな、なるほど、まあ、あれはやっぱり確かに我々もどういう風になるのかなと思いましたけど、やっぱ小山さんのすごいフッカーっていうのがもう響き渡りましたからね。アフレコの時に
びっくりしましたもんね。びっくりしました。飛び上がりました本当に。ドキッとしました本当に。書いてあるんですけど、よもやああいうテンションとはっていう感じで、はい、そうですね、はい。じゃあ、はい、まあ、お時間になりましたので、ご質問の回答は、以上になります、はいはい。たくさんのご質問ありがとうございました。でですね、そのテレビの12話の放送に合わせて行った、質問などへの回答の中では、アニメ公式のツイッターで、見れますので、そちらもぜひ確認してみてください、はい。さて、まあ、この時の質問で一番多かったのが、まあ、やっぱりなんですけども、ハンマー・バキはアニメ化しないのかというのがやっぱ一番多かったんですよね。でこちらの回答を行っていたその12話の放送後、まあ、東京 MX さんで、CM でハンマー・バキのアニメ化決定の、まあ、あれ CM なんですけども、そちらを流させていただきましたので、ちょっとここでその CM の映像を一旦ご覧ください。俺と戦ってくれ。本気で行かせてもらう。はい、ということで、あのこちらの映像でハンマーバキのアニメ化を、前回発表させていただきました、ちょっとね、ここからは、まあ、あの先ほどの大雷大戦編じゃなくて、まあ、もう含めてでいいんですけども、まあ、次のハンマーバキについても少しちょっと語っていた、いけたらなと思っております。で、まあ、ちょっとこのね、まず PV なんですけども、まあ、最初当然 PV として作ってたんですけども、その12話の後で、まあ、やっぱりあの、まあ、アニメ化決定ってこう、ね、入ったらいいな、まあ、盛り上がるだろうなっていうところで、まあ、現場の、ね、あの方ではちょっとあったんですけども、本編尺がそもそもフルフルで作ってるので普通だったら、ね、本編の中にこう、ね、入れたりとかするんですけども、お前つきっていう、そう、何の尺も余ってないじゃんっていうことだったので、急遽ですね、あのその番組の後の直結したその、ね、普通だったら CM 流れるところの一枠を、まあ、あの DMM 様の方にもうご好意でもう譲っていただきましてCM として、そう、直結 CM としてこうね、あの流して、たのが あの PV だったってことですね、はい、というやつなんですけど、はい、どうですかあれご覧になって。いやでも流せて本当に良かったなというか、その DMM さんにもそうですし、それこそ信長さんのやっぱ本気で生かしてもらうなの、あの名台詞ですよね、取り下ろしたというところで、あのあれ用に取っていただいたというか、あのシーン、あの一言が入るだけでハンマーバキ本当に始まるんだなっていうのと、まあ僕らとしても本気で行くっていう渡辺さんたち、その制作陣の方々のね、僕ら常に本気ですよ、もちろん常に本気ですよ、常に本気ですけど、息をね、息をね、感じ取っていただきましたね、感じられるなというところで、よかった、すごいいい30秒の CM になったなと思って、嬉しかったですね、やっぱり、ありがとうございます、はい、そうですね、これは確かあの先ほど横井さんおっしゃったように、あの、まあ、この CM 用に、まあ、あの時まだアフレコ始まってなかったので、あの CM 用に あの一言だけちょっと撮らせていただいて、で逆にこの本編の方では、まあ、本編用 あのまた違った本気で生かしてもらうという信長君の本気を入れるっていう、別バージョンの本気、はい、別バージョンの本気が2度おいしいという感じですね、はい、でなので、まあ、せっかくなんで、あのハンマーバキのアニメで楽しみにしてるシーンとかちょっとここでお伺いできたと思うんですけども、まあ、ちょっとネタバレとかにもなっちゃいますけども、ネタバレはネタバレに、まあなりますよね、まあ、バキね、履修していないっていう人は多分見てないと思うので、まあ、でもこの、ね、番組見ていただいてる方はやっぱ信長さんのこう先に出たコメントとかで、はいはいはい、やっぱ信長さんがここを演じてみたいというか楽しみにしてるっていうシーンで、うんうん、まあ、カマキリのシーンとかマリアとかっていうのを挙げていただいてると思いますけど、個人的には頭から順番に行けば、まあ、カマキリを信長さんが挙げたんだったら、カマキリを受けた裕次郎の FF ですかねまずは。なるほど、ね、あれは確かに漫画で読んでても僕正直どういうふうにこう頭の中で変換したらいいのかよく分かんなかった一コマではあるんですけども、あれをこう大塚さんがどう、秋尾さんがどういうふうに、秋尾さんの FF、FF、まあその前のこうプールのシーンから含めてバタフライ、あの1話、あの一連の流れがもうどんな感じ、どんな感じになるんだろうっていうのは、なるほど、ちょっと
みたいな、やっぱそういうこう演技が入ることで変わる印象みたいなものがやっぱどんどん楽しみになってきてしまっています、ね、今回のバキってみんなそうですもんね、やっぱりその現場のやっぱりそのアフレコの現場で本当にこう完成するというか、こんな感じになるんだっていうのがありますので、うん、確かに楽しみですよね。監督なんかありますか？ないですか？ハンマーバキのこのシーンの中で楽しみに、まあ楽しみとかやってますからね。ちょっとね、立ち位置的にね、そうね、大事な人みたいな。まあでもほら、今ほら、根底でね、こう書かれてて、これ早く見たいな。来る前はオリバとあれでしょ、ゲンワルがやってるとこ書いてましたよ。オリバと、あ、今ちょうど、今ちょうどそこやっていただいてる。あ、そうですよね。皆さん、監督がここにいるって言うと、そう。仕事が今進んでないってことですので、もうそこまで行ってるのかっていうのよくそんなこと言わない。どんどん制作は進んでいる。もう制作発表した直後にもうどんどん制作が進んでいるというこの状況がすごい不思議ですね。そうですね、確かに。いやでもやっぱそうですよね。だからハンマーバキが始まるってなるとどんどん新キャラクターもまた出てくるので、そこはまあ直近で言えばまずはゲバルとか。そうですね、ゲバル楽しみですよね。なんかだんだんやっぱ声優さんにこう気持ちが固まる、誰が演じるんだろうからまず入っちゃいますけど、うん、いや多分皆さんもどういうキャラクターになるんだろうというのを含めて、やっぱすごいこう今回のハンマーバキ楽しみ、うん、そしてオリバ戦での最後のパンチは決まるのか決まらないのか、それもまだちょっと分かんないですね。原作を知ってる方だと楽しみにしてい、いやでももしかしたら決まる可能性も当然あるので、それはどうなるんだろうっていうのはありますよね。確かに全然前のシリーズですけど、アライジュニアが勝つのか負けるのかってね、結構熱い議論がされてましたからね、はい、そこはやっぱオープニングとエンディングで監督が補完していただけたんじゃないのかなと、ね、まあ、我々の中であとは夢の対決、ジュニアの夢って呼んでるんですけど、オープニングもエンディングもこう展開していただいたので、ね、熱戦が繰り広げられた。ジュニアのこうだったらいいのにっていう世界みたいなね、こうだこれぐらいはやりたかったね。そうジュニアの夢っていう、そういう感じですね。でもあれはまあ、それこそ外国のね、世界の方々が見てるから原作を知らない方も、うん、あ、こんな風に戦うのかなとか思って見たらびっくりみたいな、うん、楽しみもあるじゃないですか。こいつ強いじゃないかっていう ねいかにも俺は臭くオープニングでやってるんだけど、完成するって言ってましたよね重鎮お二人が渋川さんとドボさんはね、ハンマーバキはずっと担当もしてたので、はい、やっぱまあ先々の部分担当し始めたのがやっぱ僕ピクル出てきてからのシーンなんですけど、あ、そうか、その前の結構真ん中じゃないですか、まあ、3分の1ぐらいの、ね、その前のやっぱりその刑務所編というところを、まあ、名付けられてるブラックペンタゴン編と名付けられてるシーンなんですけど、やっぱそこのシーンでもこうたくさんオリバのパックマンって言われてる技とかはい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 、ありますね、名シーンですよね。いろんな名シーンがあるので、マリアは誰がやるんだろうとか、はい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 、確かに楽しみです。今から楽しみですよ。僕はまあそのマリアのことも当然そうなんですけども、ちょっと今ふっと思い出した何でしたっけ、君は私の身体的特徴に触れたっていう、あのシーン結構好きなんですよね。だからおかしいですか？好きですよね皆さんね。そこ楽しみに。そこ楽しみなんですよ僕。で、あそこほらちょっとこうなんていうんですか、こうバキがね、どういう実力なのかわからないね、外国の方が。ちょっと舐めてね。あのセリフはいいんですか？いいかどうかはね。あのセリフはテレビ的にどうなんでしょう。ちょっと気になるね。まあ確かにね。その辺を考察しながら進めましたからね。まあまあでもバキなんてね、1話からモザイクですから。今回の放送コードをぶっちぎる形ですから。ぶっちぎりですからね。はい、そんなことにもね、もう全く意に介してないですよっていうね。はい、ああいうシーンとか。もうなんかいろんなキャラクターが、まあ、ルミナもそうですし。ルミナもそうですね。マウスというキャラクターがいるんですけど、そうだどう誰がどう演じる3人三つ子のキャラクターなんですけど、はいはい、そうですよね、誰がどう演じていただけるんだろうみたいなのがやっぱ本当に原作の担当として楽しみ、かなりあれは再現するのが大変ですよね。そうですね、うん、だって3人バラバラに同じ一つの文章を完成させるっていう言葉を言うっていうキャラクターなんですけど、そうですね、大変ですよね。文章を一言一言を一人一人が順番に喋るみたいなキャラクターですけど、これ母音担当とか子音担当とかそういう分け方じゃないですよね。もう順番完全に順番に喋る、来た順にこう、あ、なるほどね、あ、それ知らなかった、そういうことなんですね。確かにそうだ。どんな豪華キャストになるんだろうという、まあ、キャストも当然
なるほど、楽しみですね。まあ、もう前期もそうでしたけども、はい、楽しみがたくさんある感じですね。はい、他はまあちょっとハンマーバキも当然そうなんですけども、今回のそのバキの、まあ大来再生の方でもなんかこうアニメ化になってみたらちょっと全然違うなみたいな、印象違うなみたいなところとかってございました？全然違うなって思ったっていうよりは、やっぱイメージがすごい補完されるなっていうのが、ローン処分のアクションとかもなんとなくこういう動きなんだろうなと思ってイメージはしてましたけど、あのハンドポケット、はい、やっぱあ全然こう、あこういう風な動きなんだっていう、やっぱ新しい発見に原作を読んでる側としてもなるので、うん、やっぱアニメになってこう補完されていく作業っていうのはすごい面白いな、映像になるってやっぱこういう風にアクションが埋まっていくんだなっていうのはすごい楽しみに毎回毎回アニメの映像を見させていただいてますけどね。うん、ありがとうございます。確かにあの今回あの何でしたっけ、銀河万丈さん、ごめんなさい忘れちゃった銀河万丈さんのドリアン、ドリアン、ドリアン、そう、ドリアンもそう、あのなんだろう、結構やっぱりあのパンチを出すところとか、あのまあやっぱセリフっていうのは原作の多分ないと思うんですけども、言っていただいたじゃないですか、みたいなあれもやっぱり、あ確かにこうね、すごく早く出したいんだろうけど、こうなかなか出せないっていうような、こうドリアン の, あのジレンマがやっぱこうね伝わってくる。僕はそこは万丈さんのあの演技は見れないでしょうねそうですね、こうそう、もう一個前では歌っていただいてますし、なかなかいろいろこういろんな無茶をベテランの声優さん方にこうしていただいてるなて、そうですよね、本当に楽しく見てますね。あのこれもやっぱ板垣先生がやっぱずっと銀河万丈さんを好きで、ファンで、そうでしょうね、今回ドリアのキャスティングで一番痛くてやるのいたっていうのもすごいこう面白かったシーンでしたよね。いや先生に呼んでいた、あの喜んでいただいたら本当にこう我々も本望みたいな感じでありがたいですね。もうあの小林さんのね、あの社長とかね、まあ、あれもあそこでああいう風になるとは全然思わなかったですから。やっぱリベンジ東京編、やっぱ死刑囚の皆さんのやっぱ解釈の仕方がすごいですよね。新解釈はやっぱりあのグリセリンの中のバタフライ、うん、ぜひ皆さんに見ていただきたい。まだまだの方はね、あれはぜひ見ていただきたいですね。あれはすごい、まあ、泳げないですけど、実際にはね泳ぐことは経験できないですけど、多分泳いだらああなるんだろうなっていうのをやっていただいてますよね。アニメになるっていうので、こう一番キャラクターのイメージが変わったのは、うん、今回スペックでしたね。このその死刑囚編から含めてずっと思っていた中でいうと、やっぱ花山と戦った時の前回の死刑囚編でもそうですし、うん、今回の大来大戦のリベンジ東京でもグリセリンのバタフライのところでこんなに喋ってたんだって確かに、いやいやあれは本当にね、もう僕ももう一回ちょっと見直そうかなと思うぐらい素晴らしい。眠ってるとは思えない喋りを繰り広げるバタフライでした。本当はそうそう全然なかったんですけど、ね、素晴らしいアフレコを入れ、あの声を入れていただきましてありがとうございます、ね。はい、まあ、ハンマーバキもあの名シーンがたくさんあるので、まあ、今回出たシーンのようにも期待してお待ちいただけたらと思います。はい、まあ、そんな感じでハンマーバキは、今、ここ歩きたくそんな感じで平成作中となってます。いやもう真面目に作ってますよ。もう本当に毎日もうがっつりね向き合って作ってますんで。それこそね、昨日もアフレコでしたし、そうですよ、もうアフレコも始まっているということで、どん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 進んでおります。制作は進んでいるので、はい、ぜひ制作するとなっておりますので、皆さんも、はい、見れる日を楽しみにしていただければ。はい、よろしくお願いいたします。どうしたんですか？えっていう、ここから告知のお時間じゃないですか。あ、そっかそっか。これ一番大事。これ俺が今日ね、なんでここでこうなってるのかっていうのこれを言いに来たんですからね。はい。じゃあ、さてここからは告知のお時間です。よろしいですか。はい。大丈夫。告知のお時間大丈夫ですか。ここだから、俺しか映ってないからちょっと分かんないですよね。はい。まずあの本日来ていますここベニトラ餃子坊さんとのコラボ情報からです。大来大戦編の舞台中国でバキが食べてパワーがみなぎった復活コラボメニューを、10月24日土曜日から11月30日月曜日までベニトラ餃子坊
78店舗で提供スタート。男気あふれる大判チキンカツが乗った、黒ごま担々麺に復活の鍵となった例のデザートも。ノベルティにはオリジナルランチョンマットと、9種類、プラスシークレット1種類のオリジナル両面コースターをランダムにプレゼントいたします。旗艦店の、ベニトロ餃子棒、こちらですね、銀座コリドー街店様では、本日こちらに並んでおります。レス海王がバキにもてなした地味地用の中国料理をコースメニューで提供。予約された方には限定ノベルティの配布と、ご希望の方にはこちらの店舗にて等身大バキフィギュアを展示しますので写真撮影が可能となっております。すごいですね、これ。等身大バキフィギュアっていうのはあれですよ、あれですあれですよ、あれです。横川さんがあの写真撮っていただいた横川直孝さんが隣で写って、そうです、あれです。SNS に上げていただいた。そうです。そしてですね、これ撮影場所はこれなんと個室を用意しておりますので、あの筋肉自慢の方はぜひですね、その等身大のバキと並んでの筋肉バトル撮影をぜひやってみてください。筋肉自慢じゃなくても隣に並んでいいじゃないですか。誰かにでも自慢なんで筋肉ある人じゃダメみたいな、そんな限定感を書いてあるんだから、しょうがないだろ、ほら、こんなおしゃれな銀座で。いやでも本当にこれは多分ねすごい出来だと思いますので、ぜひあの見てみてください。コラボならではのグッズも販売予定です。実施店舗等の詳細はアニメ公式サイトをチェックしてください。はい、今映ってるやつですね。はい、田引さんのマイクが取れているということでね。本当にそれはね、早く言ってくんないとね、これ大変じゃないですか、これどうしてですか。はい、続いてはグッズ情報です。現在あの画面に映っているグッズなどが、好評販売中です。ぜひあのこちらも入手してください。これもうね、バキファンだったら必見ですよね、これね。これは餃子坊さんの店舗で販売、あ、現在じゃないですよね、10月31日よりあベニトラ餃子坊11店舗にて販売スタートってなってますね。あ、そうですか、はい、はい、なるほど。だから10月31日になってから、あ、コラボグッズですね、これね、コラボグッズに関しては、はい、販売予定となっております。店舗で購入していただけるということですね。タンブラー、あと店長さんが着ていただいてた運命 T シャツとか、あ、これこちらでなんですか。あ、こちらでも買えますし、各コラボしているベニトラ餃子坊さんでも買っていただけるという、買えると。タンブラー、素晴らしい。今映ってる、でも加藤は違うんですよね。加藤、加藤、加藤、あ、この加藤はもしかして、いやいやいや、その加藤ですよ、その加藤。担々麺にセットでついているというところで、はい、すごいですね。担々麺とこの加藤で完全に復活できるということですね。ここに来る楽しみですよ、これは。はい、ぜひぜひ皆さん、皆さんファンが大好きなこの加藤、断ることに出てくる加藤、これもついてくるということで、はい、ぜひ皆さん楽しみにお待ちしてください。で、続いてグッズ情報はもうついてるんですね。はい、次は音楽情報です。はい、グランドレオさんが歌うオープニングテーマ情熱は覚えているが、CD 好評発売中。あ、ございます。はい、またあの主要、サブスクリプション配信サービスでも、配信中です。で、藤田エナさんが歌うエンディングテーマ Dead Stroke も好評発売中ですので、かっこよくぜひお聴きください。かっこよく言った。いやいや、藤田さん本当ね、僕、今回本当大好きだったんで、過去形、ぜひ皆さん、ちょっと聞いてみてください。過去形じゃないわ。はい、そして、今月発売となるブルーレイボックス情報です。ブルーレイに収録される映像はテレビでは許されなかった、描写を余すことなく見せる、放送コードぶっちぎり版。初回生産特典には原作の板垣圭介先生が描く、バキと新井ジュニアが書かれた書き下ろし豪華ボックスに加え、キャラクターデザインの、石川慎吾さんの、書き下ろしデジパック、これめっちゃかっこいいんですよね。そこに置いてあるんか。そこに置いてある、なるほどね、これ。はい、そう、こちらになっております。これもね、豪華の内容になっておりますので、特典たくさんあります。10月28日水曜日発売ですので、ぜひお手に取っていただければと思います。貴重です。板垣先生の線画まで楽しめるっていうこのボックスはすごい、かっこいいですよね、これ本当に。中出すと、このなんと、まあ海洋たちが集まった、これめっちゃかっこいいですよね。そう、これがね、まさか2秒でとは思えない、この風格。すごいですよ、これ。各海王かっこいい。本当、ぜひぜひ皆さん予約していただければと思います。はいはい、はい、
で、じゃあ続いてはあと原作の情報です。あ、はい、横井さんお願いします。今現在、シリーズ最新作の、バキシリーズですね、の最新作、バキ道の方が、最新7巻が、発売中になっております。で、この7巻に関して、今のみのすくねという相撲の神様との戦いというところで、今、大相撲とバキチームが戦うという展開になっておりますので、ぜひぜひこちらも読んでいただければと思いますし、週刊少年チャンピオンの方でも好評連載中ですので、ぜひぜひぜひで楽しんでいただければと思います。そしてまあ今回、大雷大祭編が収録されている原作第2部のバキは、新装版のコミックス、先ほど、申し上げたリベンジ東京も入っているこの新装版バキの方も全18巻で好評発売中ですので、ぜひぜひこちらも、読んでいただければと思います。また、ツイッターの方とかでも発表があったりしたんですけれどもこれの今回のアニメで大活躍だったヒロイン、烈海王が、月刊少年チャンピオンというチャンピオンの姉妹誌の月刊誌の方で、新連載バキ外伝、烈海王は異世界転生しても一向に構わんというタイトルで、連載を来月の11月6日発売の月刊少年チャンピオンから連載開始になりますので、楽しみ。どんな内容になるか、まあ、ちょっと文章で今書いてありますけども、ぜひぜひ雑誌の方で読んでいただければと思いますので、今回あの烈海王を小山さんに演じていただいて、それもこう含みながら想像しながら、その声でこう、その声で楽しんでいただけるともう最高に楽しい1話から始まるというふうに担当から聞いております。そしてまたバキ外伝という形になるんですけども、バキの小説が今発売中になっております。小説遊園地バキ外伝の第1巻が現在絶賛発売中です。こちらあの原作は板垣圭介先生という形なんですけども、今回はこの小説をなんとあの格闘小説の大会夢枕バク先生が完全にバキワールドを描くという力作になっておりますので、画廊で久我十名、つまりロフなども登場する、本当に楽しみな作品になっております。で、柳流行とか、克実とかドッポとか花山とかも出てくるエピソードが入っておりますので、バキから入っていただいた方もぜひぜひ、全然違うワールドというか、違うワールドという言い方はあるんですけども、リンクするような形のワールドなので、こちらは全然別物、小説として楽しんでいただけると思いますので、こちらもお手に取っていただければと思います。はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます。もうこのバキのね、この異世界転生めちゃくちゃ楽しみなんですよこれは本当にね、まあそうですね、あとそのバキでも、この2作品は今バッチリ、ね、はい、ちょうどね、克実出てきましたよね。そうですね、はい、まあ克実大好きなんで、またちょっと烈海王の異世界転生をまずは読んでいただければ、あまり内容に触れるとこういろんなネタバレも含んでいただきましたまあそうですよね、はい、なかなか言いづらいですけどありがとうございます、はい、そして最後は、配信情報です。テレビ放送は、おかげさまで終了いたしましたが、ネットリックスにて、アニメバキの最強主刑囚編と大雷大祭編は全話、一挙配信中です。ハンマーバキのアニメ化も決まりましたが、ぜひこちらの配信や、ブルーレイボックスにて、全話何度でもですね、アニメバキの世界を、皆さんにお楽しみいただければと思います。本当にあのネットリックスさんにはもうね、ありがとうございますというところで、世界的なね反響もいただいてるんで、そうですね、ありがとうございます。公式の発表にありましたね、50カ国で、そうですね、ベスト10に入ったという、ベスト10すごいですよ、世界中で楽しんでいただけるコンテンツになってます。板垣先生は、まあ、世界共通のねやっぱり楽しさっていうのをもう描いていらっしゃるってことはもうこれでもう証明されてますので、やっぱり分かりやすいストーリーだなっていうのを、ね、方々に読んでいただいてもこう伝わるストーリーなんだなというのを本当に今回のアニメで世界中の方々に楽しんでいただけ感じられたなと思いましたね。あのね、旅行してバキの話で盛り上がれるみたいな、そんな風にならないかなというふうにそういう願いを込めてアニメは作っております。はい、以上告知のコーナーでした。はい、名残惜しいですけども、そろそろ、終了のお時間が近づいてまいりました。もう本当に、ね、あっという間のこれ1時間ですね、1時間ですね、もう3時間、いやいや1時間
あっという間って言って3時間10分とか20分ぐらい感じましたけども、すいません、あの拙い進行でもうね突然だったのでマイクも外れちゃいましたし、ね、そうですよ、ごめんなさいね、ちょっとねどうして外れたか私分かんないですけども、ありがとうございます。大雷大災編を、まあ、ご覧になっていただいた皆様、それから、まあ、最強死刑周辺も含めて、まだこれから見るよという皆様にも、たくさん楽しんでいただいたらと思いまして、作っております。ハンマーバキの方も、先ほど申し上げましたように、制作中となっておりますので、こちらもぜひあの期待いただければと思います。はい、それではあの出演者の皆様にも、こちらのこの番組をご覧になっている皆様へちょっと一言メッセージをいただければと思うんですけども、横井さん、じゃあ一回お願いできます。はい、はい、本当に原作の担当という形なんですけども、ファンみたいな気持ちで喋ってしまって本当にこんな形で良かったのかなというふうに反省し、オフィシャルになっちゃうんだなというそういうプレッシャーを感じる本当に回になりました。はい、ただあの本当に今回のアニメ、バキ大雷大災編、世界中で楽しんでいただけて、皆様から本当にバキシリーズが熱狂的な支持をいただいているんだなというふうに感じ、まあ、次からのハンマーバキに関しても本当に引き続き楽しんでいただければなという形で、思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではあの最後に平野監督、はい、お願いします。現在ハンマーバキをスタッフとも頑張って作ってます。そうですね、カマキリがガシガシ動きます全国からやってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これだけ伝えても分かんないはずです。カマキリが動きますって、それはカマキリが動きますっていう原作を知らない人は何も分からないカマキリのアニメなのかとか思われてます。こんなサイズですからね、こんなサイズのカマキリが動く話をされてもそれが何なんだってふうになっちゃいますけどまあ、本当にあのまだね見たことないってアニメかなっていう方にはね、もうびっくり仰天の多分いきなりの1話すごいテンションでぶっ飛ばしてくれますので、あのぜひご期待ください。はい、それでは以上をもちまして、100年に一度のスタッフオンライントークショー、これ100年に一度だからもう次ないってことですよね。はい、また140歳でやらなきゃいけないじゃないですかじゃあそこまでね生きてたらその時は皆さんが車椅子で多分出てくるから、ね、まあ、シャオリーぐらいはもう車椅子でこう連れてきてもらって、ここにこう着席してから始めるというところで、そうですね、はい、ちょっと丸いサングラスとかちゃんと買っておかないといけません。ちょっとね、次お会いできるかどうか分かりませんけども死ぬんですか。続けてね、楽しんでいただければと思いますので、まあ、こちらの今回、まあ、トークショーみたいな感じではなかったですけども、閉幕とさせていただきます。最後まで皆さんお付き合いいただき、ご視聴いただきありがとうございました。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。